優とかタレントとかいっぱいね付き合ってたんですよね。何そういうそういう契約金がその時はキャッシュ風呂敷に包んで持ってきたから。ミスターバービットのキャラー、やっどうも。今回のゲスト、はい、佐藤昌司さんです。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。しおりちゃん、はい、来てくれたよ、はい、この番組でも散々いっぱいいろんな視聴者の人から佐田岡さん呼んでくれっていう、はい、あったじゃないですか。ありましたよ。本当ですか。いや本当に多くて、そのレジェンド絶対に YouTube とかあんまり出たくないって、俺は出ないんだって言ってた堅くなな人が、なんか信念、いやいや、心が教えてくれました、ね、やってるじゃないですか、はいはい、もうそういう意味では、いや、少しでもね、江川さんもやってんでしょ。なんか始めたんですよ、江川さん始めたんですよ。だからなんか周りでねちょっと盛り上がってんですよ、うん、遅いいや遅いいいんじゃないですか。いいじゃないですか。でもだってタイミングっていろいろ人それぞれですから、ね、ありますか。でも佐田さんも今日僕らのこういうのを見ながら、はい、俺もやれるかなっていうのを研究してるっていうことで。いやいや、それは全くないですよ。もう関係ないですか。もう槙原さんのオープンに団子ですよ。いやいや、もう佐田さんすごい。でも最近佐田さんっていうことで、はい、やっぱり冒頭話していかなきゃいけないんだけど、はい、本当コロナの時に俺あったの、すぐ近くで。びっくりしましたね。びっくりしましたね。お互いに。なんでですか、そのニトリでやったの。知らないよ、俺は。いやいやいや、やめてくださいよ。もうほんとびっくりした。俺ね、俺はすぐ分かるわけ。サラ、はい、さんの悲壮な格好が、もう本当に人に会わないように空気を影を。なくして歩いてるんだけど、俺にはすぐ分かるんですよ。あ、佐藤さんだと思って。だいたい同じ生活をしてるとだいたいその空気感で分かるんですよ、すごい。で、僕はほら音楽聴きながら、はい、帽子かぶって僕見てるんですよ、何買おうかなみたいな。話しかけるなオーラ出してるわけですよ。ニトリとか行くんですね。ちょうどそのコロナの頃だから、はいはい、やっぱりどうしてもそういうの欲しかったんですよ。それで行ってたら本当サラさん見っけと思って、俺ちょっと嬉しくなっちゃってで近く寄ってって、はい、サラさん、サラさんっつったら、もう本当に聞こえてるのに知らないふりして、いや聞いてください、聞いて、それ僕音楽聞いてるから、うん、ワイヤレスのあれで、はい、で見ながらしてるじゃん。そしてこっちになんかもやっとしたでかいでかいやつが俺のそばに来るわけですよ。俺ほら行使しないから、もうこいつ鬱陶しいなとか思いながら、それじゃ違うとこ行ったらまた来るんですよ。回ったらこっち側のコーナーからこう行ってまた来るんですよ。いや俺も反応してくれないから、もしかして間違ってんじゃねえかと、ちょっと思って、はいはい、で回り込んで、あ、これ絶対佐田さんだと思って佐田さん、佐田さんって、そんなに言っても分かんないから、もうここで下向いて佐田さんって言ったらお前かーってでもな、あれはしし、ね、ああいう広いところでね、うん、よくこうやっぱり呼んだね。いやいや、僕はなかなかやっぱり佐田岡さんをこのチャンネルでも街中でそう見かけた人ってそういないらしいんですよ。いないんですよ、なかなかやっぱり会える人じゃないんですよ。だってどうやって七川潜伏してるかの話を俺は聞いたことあるんですけど、それ昔でしょ昔、もう今はダメですよ、もう今はダメです、うん、昔はよく、もう槙原君もそうですけど、うん、江川さんにしてもいろんな人たちと食事会をね、はい、いやいや、それはほら僕ら厳しい勝負の世界にいますからね、その辺はね槙がちゃんと続いてきてくれたよね、はい、まあでも江田さんとかに佐田岡さんって、僕らが思ってたのはやっぱり遠征先行っても本当に外出しなかったんでかわいそうだなっていうふうに思ってた、うん、でもその分地方遠征は出ないんだけど東京帰ったらエンジョイしてたっていうでも僕らには伝え聞かない、全然わからない。それぐらいしないと、うん、もう管理管理じゃないですか、はい、そしてもし外に出て何かあったら球団とか周りとして迷惑かけるじゃないですか。で僕らが正義正しいと思ってもちょっと世の中はいろんな人がいるから絡まれたりしたらもう僕らがマイナスになっちゃうから、もうそれだったら出ない方がいいなと思って、
まあ3年5年まあこういう生活ですよ。それで勝ち出したらオープンになりすぎてまあでもそれでも人に迷惑、まあ、かけないっていうのは変だけど、それはちゃんと変なことはないね。でも独身だったわけだから、あの時に佐田さんなんていっぱい女優とかタレントとかいっぱいね付き合ってたんですよね。何そういうそういう攻め方をするの、冗談です冗談です冗談です。どういう顔するかなと思って見たかったんですよ。もうね、入った頃から彼は面白くてね、でうちのおふくろもうちの姿見るとあ俺と間違ってるぐらいスリムだった。痩せてたんですよ僕もね。だからそうですよね、僕も言われた、佐田子さんが投げてると あんたが投げてるみたいってうちの親にも言われたこと、だから2人ともオーソドックスだからね、うん、あったんですけど、やっぱりどこか何かつながってるというか、うん、だからお二人とも今日緑の服なのかな。そうなんですよ、打ち合わせで一応たまたま LINE して僕は緑ですけどじゃあ俺ちょっと薄めていくわいやなんか今日びっくりしますよね、何か起こりそうです、ね、いやいや本当に面白いですよ。でも、うん、今日本当にもう一つの情報として佐田子さんも電車に乗れるようになりました乗らなかったんですよ、はいはい、まあ、乗らなかったのに今日アプリを活用して乗り継いでここに来てくれた何がね楽しいかというと、パズルじゃないですか。ここをこうしたらここ行って、時間内に、僕ら今まで 100% だよね、車そして、チケットを取るのもマネージャーさんがみんなやってくれたんですよ。みんなやってくれて、でここ10年ぐらいで電車乗ってみようと思って、はい、で面白 ここにこう行く、うん、で時間通りに、日本の電車って素晴らしいと思う、時間通りに来るじゃないですか、うんうん、いや、うん、もうね、もうちょっと車いるけど、うん、なるべくだったら今日初めてのところにこうやって着いた時の宝探しで着いた、うん、それも本当時間言った通りびっちり来てくれて、はい、僕も車で来られると思って待ってたんですけど、やっぱ全然ね、そういうことで少しずつ、まあ世間の人から見ると何を言ってんだって思うかもしれないけどやっぱりね、少しずつね、野球選手ってみんなそうですよ、みんなそうですよ、みんなそうなんだよね、だから電車乗れたとか、うん、そうそう、一つずつの気づきっていうのが少しずつ、やっぱり18歳からもうスターで崇められちゃってる人だから、それ聞きたかったんでしょ、今日最初の佐田さん伝説から入ってくるんでしょ、はい、今日は。もう今日はたくさん質問をご用意させていただいたんですが、まずは、うん、まあ、今日は佐田岡さんの人生を幼少期から順を追ってゆっくり振り返って、いや本人で喋りたくないかもしれないですよ。いやいやいいですよ、僕は今日はもう負けろ、何でも、あ、そうですか、何でも来てくださいよ、うん、いいですか。じゃあまずはもう本当幼少の幼少、1956年に鹿児島にお生まれになられました。で3歳上に後に南海ホークスで活躍される兄千秋さん、はい、4歳下に後に広島や日ハムで活躍される弟哲久さんがいらっしゃいます。佐田岡さん兄弟と呼ばれ、まさに野球一家というイメージですが、実際どんなご家庭だったんですか。家庭ですか、はい、まず最初に、幼稚園に入る前にお年玉で、はい、僕の3つ上の兄貴と僕に、親父がビニールのグローブを買ってもらったんです、お年玉で、はいはいはい、そこがスタートです。ビニール買わなきゃ買えられるああだから布じゃないビニールのグローブを買ってもらって、そっからがスタートで、あのサラリーマンで普通、はい、まあ普通でしょうね、普通の家庭でしょうね。そっか、ただちょっと違ったのは、小学校入るぐらいからうちの親父が、空き地にマウンドを作ってくれて、で、星ヒューマンみたいにやれじゃなくて、はい、あの学校から帰ってくるとミットを持ってこうやって待ってんですよ、あ、はいはい、でそこで兄貴と僕が10球ぐらい投げて遊びに行ったりとか。どっちがこうピッチャーのセンスがあるとか野手のセンスがあるとか野球のセンスがあったとか、この3兄弟だったら誰ですか、佐田さんが評価する中では。
まあ、じゃあそれはそれ全然違う。やっぱり兄貴は佐田岡家で初めてドラフトかかった人だから、ここだけの話、契約金がその時はキャッシュ風呂敷に包んで持ってきたから、もうその日の夜はご飯でおかずがいらなかったって、この件件見てダメダメしいですね。まあだから要するに束ですよね。マキは振り込み、僕は振り込みだったと思います。だからちょっとやっぱりこの話を僕は今までの YouTube でやったのはやっぱ権藤さん以来ですから権藤さん80過ぎてるじゃん。俺はまだ権藤さんもその話してましたよね、契約金の話を。いやいやでもね、その時僕中学生ですよ、中学生で、1万円札見るのはもうほとんどない。1000円札でもだいたい10円の世界だよね。あ、そうですよね、10円でおやつ買えた時代ですもんね。それがドーンと来て、いやもう家族みんなびっくりしちゃって。それドラフト何位ですか？3位。すごい。で後に佐田さん入団するじゃないですか、はい、その時の契約金はそれよりもさらに上なんでしょう。それはほらドラフト1位だから、それはさ、まあでもその時にかすかに中学校でもそんな強い、野球部じゃなかったんですよ、はい、でうちの兄貴はもうすごかった中学校でも。あ、やっぱり、佐田岡すごいって。で鹿児島実業が来てくれて、で、スカウトしに来た時の久保監督が、僕が中学生の僕がちょうど帰ってきた時に、それまた運命じゃないけど、お前も果実来るんだよって、ただは俺は中学生だから入って、その流れで、ただほらうちの兄が甲子園行ってないって、僕らは甲子園になんとか行きたいと、兄貴を超えたいという気持ちがすごく強かった。果実はその時に甲子園には結構常連校でもない、弱いです、弱いんだ。なんかね、果実って僕らの頃って言うともう沢さんたちも出てたんで、もうそうあれから常連校のイメージがすごくあったんだけど、僕らが出てベスト4になって、そっからいろんなところから来るようになって、まあでも高校時代でね、基本ができたって一番辛くて一番嬉しくて、一番まあ人としてのこう人格も体力もそこで養われたのかな。あ、まあでも正直あれじゃないですか、自分はまあ世界全国大会に行って戦ってみて、はい、あ俺全国レベルなのかなっていうのを知る機会の甲子園だったじゃないですか、はい、あれは甲子園どうだったですか？いや、それが2年生の時に1回戦で負けたんですけど、僕は背番号9で、はい、代打で出てんですよ、はい、それが初めての甲子園、日大山形戦です、ね、ヒット打ったの？打ってない。さっさらバッティングじゃ打たない。あ、お前に言われたくないよもう今食いついたけど、もうこいつのバッティングなんかよくね、数字残したと俺今食いついたけど、佐田さん、江川さん、俺西本でバッティングバーってやるんですよ、結構飛ばしながら。で、牧が来るとしょぼ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 、佐田さん、障害打率だからおかしいって。いや、やっぱりおかしくないでしょ、やっぱり数字が残ってんだよあ、成長したんだね、そっか、僕らを見て。いや、そうですね、まあ、佐田さんみたいんじゃなくて江川さん、西本さんみたいなバッティングをしたいどこまで話したっけ。いやいや、でもそれライトでじゃあレギュラー取ってたんですかね。いやいや、たまたま9番をもらってただからあれだもん、まあ後に監督に言わせると経験で、僕はライトしてショートして2年生の終わりからピッチャーですから。ちょっとすみません、佐々さんショートやれたんですか？だから俺また食いついたねもう趣味のうまさって、なんで俺ゴールデングラブないのかなと思いながら。
いやだって頭に当たったイメージがあるんですよ、まあ、打球が頭に当たってるんですよ現役時代に。そうなんだ、そうなんだ、いやもうかわいそうな打球ですよ本当に。もうすっごいびっくりするような打球が当たってるんで、まあ、江川さんみたいに逃げてるのもあるんですけど、サザン当たってるイメージがあるんですよ、うん、そうだったら僕は迎えに行くから迎えに行くから